そうそう、ゆうちゃん不足になってたとこやってさ、ごめんね。生きててよかった。生きてるよ、めちゃめちゃ めちゃめちゃ生きてての。そう、今日前髪切ってもらったメイクさんに、切れるメイクさんがね、今日担当やったから、よかった。ああ、かわいい。通知来た瞬間騒いだやってさ。そう、ミルさんの卒業コンサート決まりましたね、日程がね。新公演ね、あるしな、確かにな。新公演もあるし、卒業コンサートもあるし。1時半開演の？ミルさんのやつ。そうなんや。今知ったわ 1時半って早いな。しかも土日やから、土曜日が次世代コンサートでしょ。NAB のライブ2021年も土曜日か。あ、どっちもあるってことね。なるほどね。なんで単独の方が早いの？忙しいな。次世代メンバーまたさ、3つもコンサートまた覚えるんやな 大変や最近夢にゆうちゃんよく出るねんやって。マジで？この前友達も夢に私が出てきて LINE してきてくれた。うまい、うまい。ショールームどれぐらいの頻度でやってる？うまいわ。結構やってたけど、最近は全然やらんくなったな。そうなの、気まぐれ。基本は私気まぐれなんで。ゆうちゃん時々やね。そうやね。ゆうちゃんかわいすぎるよ。ありがとう。ええよ、したいように、したい時にしてくれたらいいよって。ありがとう。優しいね。いや、コロナ最近大阪すごいよね。その気まぐれで見れた時の幸せ感半端ない。嬉しい。みゆちゃんへの手紙感動した。嘘、マジで？感動してくれた？嘘やん。見てくれてありがとうございます。
今回もゆうちゃん泣きそう。今回もゆうちゃん泣きそう。どういうことですか。どういうことですか。早く女性版のアベンジャーズ見たい。見に来てくださいね。レオパージュの初日始まったら。いい手紙やった。ありがとう。ゆうちゃんの話する予定だけでも欲しいやって。そうやんな。お話し会全然ないからな。ウィンクして。こっちしかできんね。こっち全然できん。TikTok のテクニック上がってる彼女感たっぷり。イエイ。あれは、レイコに。あれはレイコに、ほぼレイコが撮ってくれたやつかな。あとチッヒーも撮ってくれたやつも話してる。話してたね、入ってる。ゆうちゃん最近話したりした？最近はお仕事で一緒になった。そこでいっぱい話したかな。ゆうちゃんのバブルの画質がめっちゃ、画質？ああ、モバの画像がめっちゃ画質良くなってあげ、なってあげ、あげ。今先届いたやつですか？みゆちゃんの生誕サイレン最前列で聞いてあ、そうなんや。優しいゆうちゃんこんばんは、ありがとう。最近はレッスンしてない。レッスンウィングかな、してるのは。ゆうちの画質良すぎていつも以上に買いすぎてさ。あれ、まだ届いてん。うそやん。え、届いたって言ってる人おんで。ね、その違う時差、時差これ。うそやん。あれ、私 DM では届いたよって来ててんけど。ほら、さっき送ったやつで、さっきじゃないな、結構前に。あ、2通来てた。うせん、2通2回とも送ってたんかな。早起きのコツ教えてほしい。いや、私も早起きできんからな、なんとも言えへんな。チーヒー、次世代出る言うてたやつ。私も出ようかな。ポジションないけど、自分で作って、出ようかな。どういう、あれ、ステージ作りになってるか分からへんけど。あ、届いてる人と届いてない人おるんや。まだまだ次世代いけるやん。やろ？いけるやろ？すぐ見つける？すぐ見つけてな、その時。多分すぐ見つかると思う。まだまだいけるもんな。ゆうちゃんが出たら全次世代。そや、ほんまに。そやで、ほんま。私が出たらもう全員よ。全員出れるよ。最寄りを気づいたよ。お帰りなさい。ハイライトだし鼻に。言うても次世代じゃないの、10人ぐらいやけどね。そうやねん、そうやねんな。世間で見たら次世代やで。そうやで。みゆちゃん出れるから、ゆうちゃんじゃない出たらいいや。出た、出たい。次世代祭りびっくりするやろな。10周年には2期生が一番上か。そうやで。
いや、ほんまにそうやで。びっくりよな。ゆうちゃんの声聞けるだけしようぜ。ゆうちゃんの水着のブレやから、さすがやな。ゆうちゃんは20周年までおるしやってさ、決められてる私これ、これ雄大さんに決められてる私。めっちゃいるやん。ゆうちゃんウェイやってさ、安定しなくなってきた、もしかして。アンジュとは絡む？あんまり絡む機会がないな、そもそも。自分の夢をコンサートでゆうちゃんに気づいてもらうことやってた。コンサートか、もう大阪城ホールやったらもう難しくない？めちゃめちゃ前の方にいてもらわんと。みゆちゃん以外の内規制は絡む機会がないねん。いや、そうやねんな、ないんだよな。マジ一緒のチームとか、その公演が一緒じゃないとマジで絡むことがないから。別にプライベート一緒にいるかって言ったらそうでもないから、ないな、あんまり。最近よく絡んでいるメンバーって言いますか？最近ないな、おらんな、別に。いないな。チッヒーとか最近やつ、何の方、まあ、絡んでるっていうか、もう仕事で一緒やっただけかな。ジオンちゃんが仲良くなりたいメンバー、ゆうちゃんらしいよって。そうなん？そこの前さ、この前あったんかな、鏡越しでずっと私の方見てきてさ、うんと思ったけど、私ずっとマネージャーさんと喋ってたからさ、嬉しい嬉しい。ジオンちゃんはマジで癒し、マジで癒しメンバー。久しぶりにメンバーの中でこんだけみんな癒されんねん。やけど一番なんか心まで癒されるのが久しぶりに来たジオンちゃんが。めっちゃ癒されるね。もう心まで癒される。チヒとナナホはないつもいいやな、確かに。ずっともうどこにでもおるから。ダンサブルでも一緒やったし。ゆうちゃん出る公演、ゆうちゃん出る全然公演なくて泣けるやって。あ、そうやな。一時期ずっと出てたのにさ、最近なくなったね。最近っていうかもうコロナになってから。ジオンはアヤティン超えた？また違う癒しやからさ、癒しのあれが
違うからさ。そう、あやって今年上やん。私はもう妹みたいに見てるからさ。あ、ジャンレディ言ってたんや。ジャングルレディはね、嬉しいね。じゃあ相手は癒しっていうよりね、なんかもういてて、あ、いてくれてありがとうって感じ。もう好き、もう好き超えてるかな。こんな私人に対してこんな思ったことないですよ。そう、ママに言われた。最近、最近やったっけな。あんたってあんま人に興味がないよねって。もうちょっと人に興味持ちなさいって。ママもアヤティン好きやからさ。そう、だから最近アヤティンの話したな。アヤティン最近元気とか。アヤティンは特別やから。アヤティン鬼ギャルになってるかな。全然なってないで、まんま、ずっとあのまんま。あかりちゃん、あかりちゃんのあれ、こっちじゃない BI のやつもらった、もらった。そう、これはまだ使ってなくて、そうもらってんけど、これはクリアのやつか。めっちゃいいね。あかりちゃんのさ、メイク用品ってめっちゃいいよな。卒業したらみんな可愛くなるよねやってな。みんな可愛くなるよね、確かに。すっぴんクリア愛用中やってさ。赤リップっていいよな、スースーするし。ブラウンのマスカラも買って使ってんの。そう、私はデカめのやつ、デカめブラック。でもブラウンのやつも欲しくて、私基本ブラウンしないんですけど、プライベートで一回してみたいなと思って。もう最近髪の毛茶色いから、ちょっとブラウンの方はちょっと買います。そう、ブラウンめっちゃ売り切れてんの、やば。ゆうちゃん、じゃあなぎちゃんの YouTube 見てたら、ゆうちゃんの YouTube 見たくなりました。ダンサブルの方でどうぞ。ダンサブルの方でどうぞ。めっちゃあるねん、赤リップが。もう見る？ちょっと待ってな。ちょっとめっちゃ部屋汚すぎて。だからもうリップがありすぎてさ、あれ今どこ行ったっけ。まず、あれ、これとこれ一緒やったっけ。だからこれ限定で出てるんですけど、クリアのリップ2つあるね。まずね、私ね、クリップ直すかね、使えないんですよ、もったいなくて。もう大事に、なんていうの、コレクションとしてずっと置いてんねんな。もったいないですよね。
使ってるやつは使ってるんですけど、なかなか使うのがもったいなすぎて、もう大事にしすぎてさ、そうだから使わんとな。そうメイクさんのやつ借りてんけど、やっぱいいなってなった。これちょっと使ってあげんと化粧品がちょっとかわいそうやなと思って、ちょっと使ってあげます。ちょっとだけかな。だらん。チャラン、チャラン。めっちゃあるでしょ。で、今一番使ってるやつはこれかな。これ。新品に見える？全然使ってるでこれ。これ赤、赤のリップ好きやから私。これを全部もらいました、おかりちゃんから。あ、この茶色も使ってたの。私オレンジ系があんまり似合わなくて、そうこういうね、あこれも使ってんな、薄いやつとか。あ、わかるかな。あ、めっちゃいいよ。スースーするからいいですよね。ねえ、でもほんまにいいから、やっぱ使ってあげんともったいないなって思うから使います。使います。で私は公園とかダンサブルとかめちゃめちゃ濃いメイクとかの時はこの色使ってます。結構この色めっちゃ赤い。これはねちょっと紫も入ってんの、もう入ってないか。めちゃめちゃ赤い濃いリップが好きで、衣装に合わせてね何個かリップ持っていくんですよ。そう見て、ドラえもん、ドラえもんのリップわかるかな。かわいい、真ん中にドラえもんね。かわいいけど使っていません。これもあかりちゃんがもらったやつね。どいくつになったって仕方の女神よく会えたね。私のリップちゃんたち、リップん、リップ1回で1公演持つ1回ん2色持ったりする、2色重ねたりする。そうそうそう、夢は汗の中に
最近でもこれ使ってる、ゆきちゃんからもらったやつ。少しずつ咲いてゆく花。髪色いい感じ？そう、最近のこれいい感じに抜けてきてんのかな。あ、いい感じに抜けてんの。直接で見た方が綺麗かも。うん、直接で見た方が綺麗。モーニングルーティーンとか見て初めて女の子がリップ重ねてるの知った？ついに女の子はね、重ねるから。そんな直接見れへんな。そうよな、悲しいこと言ってごめんね。もう11時になるやん。いや。頑張ってください。ありがとうございます。なんか ゆうちゃん最近どう最近どう？元気に生きてます。そういうことじゃない？ゆうちゃんは最近な、最近どうなんやろ。最近、あ、欲しい。あ、普通。それまでなんか全然記憶から飛んでた。普通が記憶から飛んでた。今コメント見たらみんな普通って書いてたからびっくりした。そやな、最近アディダスめっちゃ考えてくれて嬉しい。めっちゃ真剣に考えてた。最近アディダスのズボンが欲しいやつがめっちゃあって、どこの店舗に行ってもねなかったんですよ、全然そのズボンが。そう、ようやくたまたま入ったアディダスの店がもうないやろなと思ってたんやけども、あって、ちょっともう即買い即買って、でもそこ2点で 20% オフやったっけな、3点じゃ2点かんで買うと 20% オフやってん。やから、あ、ちょっとあれが欲しいと、スポーツブラが欲しいってなって。そう、運命やん。もう私はもう思った、もうアディダスと運命やと思って。でスポーツブラを買いたくて、ずっと今までなかったんやな。そうやから、スポーツブラを買って、あとアディダスのあのマスクも買って、テンション上げ上げです。でもまだね、そういうレッスンがないから、ちょっとねあれがない、あの着る機会はないけど、そうでももうちょっとで多分あると思うから、それまでの楽しみをとっています、ことかな。最近嬉しかったことかな。最近あとはお兄ちゃんとゲームしてる。すごい弱い、お兄ちゃんびっくり弱い。そうけど上達したらめっちゃ上手くなるんやなっていう。
アディダス愛はすごいよ。またインスタに載せますので、レッスン着、アディダスのレッスン着載せますので見てください。DM にゆうちゃんメール返信したから後で見てね。 OK。 スポーツブラ見せるんで見てね。アディダスは全部見せるから。靴下まで見せたことはないけど、そうだから靴もねアディダスにしたくて、ちょっと最近ちょっとあの劇場のにあるレッスンシューズと、あの本館っていうか、レッスン場の場所っていうのはあのあれどっちに違うからさ、あのレッスングッズがアディダスのなんか新しいのないかなと思って、ずっと欲しいって思ってるあの靴があんねんけど、それがねなかなか店舗になくて、やっぱりちゃんとあれしなあかんかなと、ネットで買った方がいいのかなと思ったけど、あそうレッスン場にあるレッスングッズはゆきちゃんからもらってるから、あれはずっと履いてて、そう劇場にあるやつがね結構ね古くなってきたから買い替えないとなって。そうなのよね。あれ言うて、あのスポーツブラとブラって全然違うからな。ブラはあのまあちょっと止められるかもしれへんけど、スポーツブラはそういうものやから、別に胸を見せるわけじゃないから、胸を見せてるもんかどっちかというと、私はスポーツブラレッスン着やと思ってるから、私の思考がおかしいんかな、ね、ネットはね偽多いからね気をつけないとね。そうなのにね、だってあるやん、よく YouTube が筋トレやってる女の人スポーツブラでやってる時あるでしょ。私も全然やってるし、あとそのトレーニング行く時もスポーツブラでやってる人もいるよ。それ恥ずかしいことじゃないからな。だからそういうものやから、見せていいものやから、だからフリパンを見せてみたいな、黒パンを見せてみたいな感じ、スカートの下から何でも見せれるようなさ、何でも見せれるようなっていうわけじゃないけど、あのあれ、あそうフワちゃん、そうフワちゃんみたいな感じね、そうそうそういう感じよ。そういうなんかやらしい感じで見せんといてほしい、見て見んといてほしい。何でも見せる理由、それは語弊がある。コカリン、はじめまして。寝るときとかもいいかも。寝るときはねちょっとさすがにナイトブラかなそれは使い分けたいからさ、一緒にはしたくないから。いただきます、今から晩ご飯やってさ、やばもう11時やで、太るよ、太っちゃうよ。でも寝る30分前に、あれに寝る22時間ぐらいだっけ、あれそんなやったっけ、なんか食事は済ました方がいいっていうもんな。
2時間か。お腹すいた？アイス食べたいな。あ、8時までに太らせていただきます。ちょうどお風呂上がりにアイス食べたいってさ、いいね。今日食べたパルム美味しいよね。最近太りすぎてやばいやってさ。運動はしてるの？運動しやんとな。ダメだよ。1時間でも歩くとか、そう、1分のプランクするとかで全然違うから。私は今日豆乳の紅茶を買ってきました。よいしょ、2個も。はあ、これが好き。これしか売ってなかった。それのバナナ好きやってさ。私バナナマジで果物しかさ受け付けへんからさ、そう、飲み物とかそういうなんか料理にされるとちょっとなって思っちゃうのよね。想像よりでかかったですよね。そうね、ちっちゃいやつじゃないよ、でかいやつ。最近ラムネにハマってしもうたってさ。一緒じゃん、私の影響。一万で今ラムネチョコ丸んだ。あ、豆乳飲めない。あのこの紅茶の豆乳全然豆乳の味しひんで。一回飲んでみてほしい、ほんまに。私も普通の豆乳そう味が無理で、そうそう飲めへんかったけど、これママやったっけな、誰かがめっちゃいいよって言ってからこの豆乳しか飲んでない。そのラブネが一緒にストックしてあるって言うちの影響で。いいよね、つまめるもん普通に。お腹すいたな。いいよねラブネはな、絶対買ってんな最近。ユキリンの YouTube でも見た？どういうこと？どういうことですか？あー豆乳ね、小さいに言って殺されたけど。あーアイスね、やったことないな。なんかで見たこと、 TikTok やったっけ、なんかで見たことあった。娘がショールーム配信始めたけど、アドバイスしてもらえる？何ですか？ママと年来たから寝ます。癒されてありがとう。おやすみ。ありがとう。見に来てくれて。何？
もうみんなそろそろ眠くなってきたでしょ。僕だけかもしれないけど、今日寒くないか。夜ね、夜寒かった。昼間は全然やけど、言葉には気をつけろと、気をつけろとしか。どういうこと？モデルのイベント配信始めて応援するんだけど、こんなことした方がいいとかあれば教えてほしいです見に行きたいなって思わせるショールーム配信した方がいいかなって。私はほんまにダラダラ喋ってるだけやから、ほんまに私のことが好きで見に来てくださってる方たちがいるじゃないですか。だからダラダラと喋ってもちょっと見てくれると思うけど、新しい人を取り込むってなったら新しいことをしないといけないし、その配信で面白いことではないけど、なんか見たくなるような配信はした方がいいかなって私は思うかな。じゃなきゃこんな私みたいにダラダラ喋ってたら飽きられるから、興味を持ってもらえるようなことをすればいいと私は思う。だからファンの人が喜ぶこととか、そうかな。ファンの人の距離感、かな。ゆうちゃんの配信ってね、 B48 の中でも一番好きなんやけど、なんでなん、なんでこんなダラダラ喋ってるやつがいいの。嬉しいよ。今日難波のグッドスプーン行ってきましたよって。お、何食べてきたんですか。いいよね、グッドスプーン。また行きたいな。美味しかった。料理が美味しすぎた。次はミルさんのやつ食べたい。でもココナのピザもめっちゃ美味しかったん。そう、あれ良かったな。石田が一番おもろい。ありがとう。でも面白くしないけどな18までやんな。あ、さっき、せやな、そやそやそや、早くな。行ってない方はぜひ行ってみてください。あと4日で終わり。あ、そう、横浜のグッドスプーンね、行ってみたいんですよ。あれあるやろ、誰だっけ、ダンサブルの写真が貼ってあんねんて。そう、行ってみたいねんけどね。アドバイスありがとう。さ、全然全然、頑張ってください。ファイト。え、そう、あ、言っちゃった楽しみ言っちゃった。そう、なんか違う写真がなんか乗ってて、うわ、これあれグッドスプーンかなと思って、ナンバのなんかまた写真変わったんかなと思って見たら、店舗が横浜やって、そっちにダンサブルのそう貼ってるからさ、うわ行きたいってなったよね。そう、ぜひぜひ。今週末に横浜の行くから DM で写真送るね。お、送ってください。毎週神奈川行ってるのに知らなかったでした。ぜひ横浜の方にもそう行けるから、グッドスプーンぜひ行ってみてください。横浜にも行きたいよ。東京にも行きたいよ。唇綺麗、よくやります。メイクさんにめっちゃ褒められる。あんま自分の唇綺麗と思ったことないねんけど、
メイクさんに、優美の唇って塗りやすいよね、綺麗な形してるって言われてからめっちゃ自信つくようになった、自分の唇。どうやって時間作るか真剣に考えようやってさ。ぜひ自信。横浜いいね。ね。愛知県にも作ってほしかった。そうよな。どこの全部作ってほしいよな。みんながいる場所。形綺麗わかる。おお嬉しい。ほんまに？ほんまに？やだ。鼻見ないで、私の唇。ゴールデンウィーク何する？ゴールデンウィーク特に予定はないけど、多分リハーサルとかが始まると思うから、私のゴールデンウィークは何もありません。リハーサルです。唇交換しませんか？どうやって交換すんねん。でも私ね、一回眉アート行ってみたいね。今日シオンと喋っててんけど、眉アート行きたいなーって、そうずっと調べててんけどさ、眉アートってのめっちゃ高いねんな、ほんまに。でもするとメイクのね時間も結構短くなるし、すっぴんでもね全然いけるしね。え、眉アートわかるよね、高いよな。それねな、前ゆきつんとも話してた眉アート、ゆきちゃんと話してたっけ眉アート。話した記憶がない。高いところはええよ、安いとこ行ったらまだ、あ、ただ眉毛を短くしてくれ、してくれるだけやったりさ。そうなんや。眉アートよりチョコレート。あーおもろい。ちょっと何時に終わろう。15分になったら終わろうかな。ミルさん TikTok 出てきた。眉アートと眉毛サロンってどう違うの？眉アートは自分の形だから、いつもメイクでさ眉毛描くやんか。それがあのなんていうの、ずっと一生ではないけど、眉毛描いた状態になってくれる。で眉毛サロンはあのそうそう、眉毛の形を整えてくれたりとか、長さを切ってくれたりとか、その生えてるところを抜いてくれたりとか、そうそうそう、そういう感じかな。コンサートなかなか行けなくても、ユーミンさんの配信見れて幸せです。ありがとう。まつげパーマはまつげをあのいつもビューラーで上げてくれるやん、上げてくれてあげるやんか。それがあのずっとキープしてくれる。だからいちいちビューラーとかしなくていいのよ。だからまつげが上がらない人とかもとかはまつげパーマした方がいいかも。そうね、まつげくんは
松江君はまつげを生やしてくれる、まつげ生やしてくれるっていうか、まつげなんて言ったらいいの、まつげをなんかつけてくれる、なんて言ったらいいの、わからへん、わからへん、説明上手って言ってるけど全然わかりにくいやろ。まつげパーマはまつげをつけてくれる、まつげよ、だからうん、あれあるやん、あれ、まつげのあれ何やったっけ、まつげパーマじゃない、まつげをくっつけるやつ、いつもあるやつ、何やったっけ、あれ何やったっけ、よくギャルがつけ、あ、つけまそうそう、あれをつけまじゃなくて、なんていうのな、まああんね、調べて調べてくれそう、マスカラシンクっていいから、まつげパーマじゃなくてまつげ、出てこない、何だっけ、松江くん、そう、松江くんは、ま、松江くんはマスカラしなくていいね、そう、もういろいろね、難しいよね、まつげやったりまつげパーマやったり、今思えばつけまと霊かけてる女の子何も知らなかった時はミリアルビビったやつ、あくびが出ただけ、全然眠たくない、あれ、あくびすられた人おるやん、3人もおるじゃあ、あと1分だから終わろうかね、そろそろ、じゃあギフトを配信、ギフトをくださった方のお名前をお呼びします。みーちゃん、きーちゃん、だいちゃんまるさん、めぐさん、なんば18さん、かなっちさん、あるあぶりカルビ DD さん、まりなさん、中平こうすけさん、親父4646さん、みくちゃん、中平こうすけさん言ったか、みくちゃん言ったね、りかさん、寺沢、名前何やったっけ、寺沢五道さんしか覚えてない、どうしよう、誰か教えて、ヤマピーさんですかね、もう終わるんだってさ、あ、ひろみちさん、マジで覚えにくい、ひろみちさん、寺沢ひろみちさん、ほんまに覚えられへん、ひろみちさんだけが寺沢まで覚えていけるな、ひろみちさん、横にひらがなふっといてよ、じゃあ13位、エベ何これ、なんて言うのマジでわからん、なんて言うのこれ、12ふみかちゃん、11ゆりちゃん、10位たかさん、9位はかりちゃん、8位やまぴーさん、7位しげやん、6位みーちゃん、5位ソフトグリーンさん、4位きーちゃん、3位戻った、3位南波18さん、2位寺澤ひろみちさん、1位はみくちゃんでした、パチ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 、あ、イブか、イブさん、13位イブさん、お疲れ様でした、皆さんありがとう、読めないときはとりあえずよしと読もうやってさ、どういうこと、なんで、よしよし
そしたらみんな教えてな。わからんかった、あ、わからん、よしって言ったから、言ったらみんな教えて。その時もうわからんとか言わんから、よしよしって言ったらみんな教えてください。ありがとうございました皆さん。最近またまた放置しがちやけど、すいません、すいません。まああれですかね、まあいいや、なんもないですじゃあということで、おやすみなさーい。わがめ来ない？うせえの、なんでやろ、届いてる人おんのにな、おかしいな、それはそれはおかしいね。ちょっと気長に待ってください。で、届いてなかったらもう一回私に寄ってきて。寒い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 、もやもやで終わりやん。いや、マジで何もない。ほんまに何もないから。忘れて。期間切れって書いてんで。期間切れなのかな？あー、来ない。あ、撮ってなかった。おい、しばくで。おい。もう、それは撮ってよ。それは撮ってよ。忘れます。忘れてください。もやもやしてても意味がないので。え、こういうとこあるからすいません。ということでお風呂入ってきます。